大会の組織委員会は佐野健次郎さんが作ったデザインの原案を公表しました。ベルギーの劇場のロゴマークとは全く別のものと分かるようになりました。昨日ロゴマークを成り立ちとは分かりいただけると思います。もっと前向きに行こうよ。あーダメだろうな。うまいできないとか、そういうところがダメだなって思います。日本、アメリカ、それに中国と韓国の高校生のうち、自分がダメだやべえ、みんな闇抱えた。大体好きなもの緊急報告ナビゲーターは焼き肉のラッキーギター歌手の木村俊介さんです。よろしくお願いいたします。お願いします。今日の不可思議は大阪宮川市の中学1年生の男女が遺体で見つかった事件についてなじみです。大阪寝屋川市の13歳平田夏美、私が優勝大阪北区の繁華街の近くですね、11日の未明ですね、午前
そこから警察が、で大阪 の、 この柏原市で不審な動きをしていたので、そして最終的にはですね、大阪城東区の路上で逮捕されたと。それとほぼ同じ、逮捕されたのが、8時半ぐらいなんですが、午後7時半ぐらいに不審な動きをしていた柏原市で星野さんの、おとなしいけれども、はい、闇共有しちゃったから、非常に多かったですね。現場は分かっているところで位置関係はどうなって、はい、位置関係はこちらの、本人の、山田容疑者の家も寝屋川、2人の家も寝屋川なんですけども、まあ、この辺を、まあ、容疑者が車で移動しながら、まあまあ、いろんなことをしてと見られるんですけども、まあ、具体的にどういう、情緒あるっていうか、こう、あいつ先もいいんですけど。